ご用件をお話しください。もしもーし、私いないか。いないけど話すね。最近ね、目が覚めてるのか夢なのかわからないような感じだったの。半分意識がないような、自分の体じゃないみたいな。今朝遅くに目が覚めて、どこにいるかわからなかったの。見覚えのある場所なんだけど、なんかおかしいんだよね。部屋に猫が2匹いたの。どこから入ってきたんだろう。猫飼ってないし、窓の外はね、寒くて暗いんだけど、部屋の中は明るくてあったかいの。お風呂に入ったら気持ちよくて寝ちゃった。少ししたら目が覚めて、お湯を触ったらまだあったかかった。棚の引き出しを開けたら着物が入っててね、着てみたらぴったりだったの。ずっと何も食べてなくて、お腹空いてて、魚が食べたい気分だった。歩いてたらこの銀河アートギャラリーを見つけたの。素敵な作品がいっぱいあったよ。カラフルな色使いの絵見てたら元気になっちゃった。あなたと初めて会った時のことを思い出して。他にもいろいろ見てたら、宇宙の中で人間って何なんだろうとか、命って何だろうって考えちゃった。私がいるところとあなたがいるところ、どっちがいいのかな。今日はすごく気分がいいの。昨日よりずっとね。動物園に行って希少なパンダを見たよ。噛みつかないから笹をあげたりできるの。それからよくあなたと一緒に行ったお店に行ったよ。改装して名前が変わってた。メキシカンキッチンタクスコだって。あなたの好きなソースチキンとカリフォルニア牛タコスもまだあったよ。懐かしくなってちょっと食べたけど、一人だったから美味しくなかった。気がついたらクラブにいたの。どうやって行ったか覚えてない。なんかふわふわしてた。そこであなたを見たんだけど、こっちに気がついてないみたいだった。私のこと待ってたの。留守電聞こえてないの分かってるけど、メッセージ残すと近くにいられるような気がするから。疲れるって分かってるんだけどね。ずっと大好きだよ。Thank you.